こんにちは、皆さん。今日は、世界の旧石器時代と新石器時代について深く探求していきましょう。これは、人類がどのようにして文明を築いてきたのか、その起源を理解するための重要なステップです。さあ、タイムマシンに乗って、遥か昔の地球へ行ってみましょう。まず、旧石器時代について見ていきましょう。これは、人類が打製石器を使い始めた時代を指します。打製石器とは、石を打ち砕いて作られた石器のことで、これにより、人類は、狩猟や採集を効率的に行うことができました。旧石器時代は地球が寒く、マンモスやナウマンゾウなどの大型動物を求めて、狩猟をしていたという背景を知っておきましょう。地球の気候に着目して、氷河時代と呼ばれることもあります。次に、新石器時代について見ていきましょう。これは、地球が温暖化し、農耕牧畜が始まった時代を指します。新石器時代には、磨製石器が使われるようになりました。磨製石器とは、石を磨いて作られた石器のことで、これにより、人類はより効率的に、農耕や牧畜を行うことができました。また、新石器時代には、食料の保存や、共同生活の保護のための組織が作られるようになりました。これが国家の始まりです。さて、今回はここまで。次回は、この新石器時代から青銅器時代、鉄器時代へと進化していく過程を見ていきましょう。人類の歴史を学ぶことで、私たちがどのようにして、今の文明を築いてきたのか、その起源を理解することができます。それでは、次回も楽しみにしていてくださいね。